呼吸を止めて1秒。あなた真剣な目をしたから。そこから何も聞けなくなるの。星屑ナックです。第43回、ナックのゆるゆるベース講座。早速始めましょう。まずはこちらをお聞きください。はい。というわけで、今回のテーマは、ストレッチ、です。ストレッチばっかりやっててもあれですが、たまにはストレッチもいいかなと。とは言っても、ナックの場合、曲っぽいフレーズじゃないとやる気が出ないので、曲っぽい感じで考えました。5フレットは人差し指、6フレットは中指、7フレットが薬指、8フレットが小指、これを固定で弾いてみましょう。いつもは4小節か8小節のパターンを作ってますが、今回は12小節でひとまとまりなので、注意してください。ブルースやロックンロールで使われるパターンの応用です。多分、薬指あたりがきついと思いますが、頑張っていきましょう。はい。たけしくんも、よしこさんも、ヘロヘロですね。きつかったですか？今回、持久力を回復できそうな小説を入れたんですけどね。皆さんはお気づきですね。そうです。9小節目です。あえて動きのない小説を入れました。ここで回復すれば、時間の許す限り、エンドレスで弾けると言っても過言ではないでしょう。いや、言い過ぎました。エンドレスとはいかなくても、多少は楽になると思います。きついと感じた場合、いかに回復するかも意識してみましょう。というわけで、もう一度弾いて、今回はおしまいです。ご視聴、ありがとうございました。